国葬院は、民部省に属する機内諸国の朝鮮、諸国の無主の遺伝、式伝及び、没官伝、多財布の稲等、諸省の物品を納める国葬及び、それを管理する役所。両下官の一つで、東名は諸相官令。大々以内大学寮の西、須作王子の西、二条の南に所在した。陽町の正きの納税物をめたもので、あり。 区語の不足を補ったり、臨時の急にぎやか、あるいは、謝辞のように当てるなど様々な用途に用いられた。天平法寺3年に、党の制度を真似て、平城系に常形に、常、平ら層が設置され、その後損拝を繰り返しながら、大同3年3月に、国葬院として建造された。公認13年3月、大見国諸軍の国十万国を運び入れ国葬院を建造。 落中に建造された際、もともとそのような施設は建造すべきものではなかったが、大見に今する延暦寺を損することで、特に建てさせた。翌14年3月軽視において、米が高騰したため、旧品策として、国葬院の米国戦国を供出し、貧民に安価に売り渡した。以降、同様の休眠施策に用いた。演技式には、以下の事項などが制定されている。 同院の長官は別当職であるが、摂政、関白または一条などが部任される、名誉職的な供養別当、弁官、または、蔵人頭の部任される四位別当、左右大使や大劇、主税頭、主刑頭が補いされる五位別当があり、あず、蔵人が事務処理を行った。なお、別当職は、口述する学問寮との関係か。 初期の苦行別当を除き学問の家系の者が多く、任命されており、河野康則、阿部の生命が任命されたほか、名目上の役職となってからは、船橋や、押し工事家両家に、妙行博士と共に世襲されることとなった。天炎三年、岩清水、八渡宮臨時祭日の剣道を、機内諸国に代わって、国葬院に勤めさせるという文書以降、資料に記述がないことから、 この頃機能を失ったとみられる。大学領域伝道の学生である文章生から選抜されて支給された奨学金である学問料は、漢学伝と呼ばれる伝時からの酵素によって学生を寄宿させ食事を給付していた。しかし、その主たる面積を占めていた、加賀国の旧大友やかもち木官料が藤原種次の暗殺事件関係者の名誉回復に、 ともない、当時の寛解の実力者、ともの雄の要求で、とものに返還されることとなり、その後、大天門の変によって、ともの雄があが罪となり、再度当該地が没還された後に、大学寮ではなく、国葬院に編入されたことから、経営基盤を失った大学寮と、新たに当該地を得た、国葬院の間で対立が生じた。そこで、 国葬院から一部学生への学問料支給を行うことで大学寮側からの不満の緩和に努めた、これを国葬院学問料という。国葬院はこの頃には律令制の士官によって不足する内定費用を捻出するための一種の裏金捻出の役割を担っており、国葬院寮となった休館学伝を大学寮に返還することは財政政策上を取るところではなかった。 朝廷はその代償として国葬院から学問料の支給を開始したと考えられている。ありがとうございます。